<laughs> おはよう指揮官くん秘書官セントルイス入るわねあらウフ <laughs> かわいい寝顔まだ夢の中かしらずいぶんお疲れの様子なのね指揮官くんそんな無防備に寝顔を見せてしまって 何をされても知らないわよ。まあでも、こんな指揮官くんの姿を一日の始まりに見られるのは、やっぱり、幸運なのかないつまでも眺めていたいところよね。きっと、秘書官の私にしか見せられない姿ですもの。ずっと独り占めしていたいと思うのは、 当然のことよね。はあ、今日がお休みだったらよかったのにと思ってしまうわ。そうしたら、私も一緒に隣で眠ってあげることができたのに。こんなに気持ちよさそうに眠っていたら、起こすのはや暮って気もするわ。けど、いつまでも起こさないわけにもいかないし。 ああ、いけないわ。それはいけないの、セント・ルイス。でも、こんなに近くに指揮官くんが無防備で寝そべっているなんて。<laughs> いたずら心がムクムクしてきちゃう。はしたないけれど、こんなの警戒しない指揮官くんが悪いんだから、ね。そうと決まれば、 どんなうに起こししてあげようかしら気持ちのいいお目覚めをプレゼントしないとねあ,あ <laughs> いいこと思いついちゃった指揮官くんのお耳をもみもみしちゃいましょう <laughs> 血行が良くなってきっと気持ちがいいわよいしよいしょ あら <laughs> ここがお気に入りのようね指揮官くんの弱いところを見つけてしまうなんてやっぱり今日は運がいいみたいこうやって人差し指と中指で挟んで上下にスリスリとウフムズがゆそうね ほら、早く起きないと、指揮官くんのお耳、どんどんあったかーくなっちゃうわよ。あら起きたみたい。<laughs> おはよう、指揮官くん。お目覚めの気分はどうかしら。顔が近くてびっくりしたああ、ごめんなさいね。マッサージに夢中になっちゃって。 でも、おかげで頭はすっきりしてるでしょうん。よく起きられました。偉いわ、指揮官君ご褒美に、一日頑張れるおまじないをかけてあげるわね。ふ <laughs> ベッドから飛び起きちゃった。元気いっぱいね。続きはお仕事が終わってから。 またしてあげるから、う、ね、うん、うん、気に入ったのなら毎日だって来てあげる甘えん坊なしきかんくん